水玉発酵クラブです。今日はいつもパン教室の一番最初にお話しさせていただいているパンはどうして膨らむのということと酵母菌って何だろうというお話をしたいと思います。パン作りに必要な材料は小麦粉、水、酵母菌の3つです。これらをこね合わせることでパン生地の中で酵母菌が増えていきます。酵母菌はパン生地の中で酸素を吸って二酸化炭素を吐き出しています。それによって生地の中に小さな気泡がたくさんできてどんどん膨らんでいきます。そして高温で焼くことによってさらに生地は膨らみパンが出来上がります。酵母菌は小さな小さな生き物で目には見えないけれどどこにでも住んでいる微生物の仲間です。私たちの体にはものすごい数の微生物が住んでいます。例えば手のひらには1000万個、口の中には1000億、腸の中には100兆個以上の微生物が住んでいると言われています。そして実は私たちの体重の1キロから2キロ分は微生物の重さだそうです。なぜそんなにも多くの微生物が体に住んでいるのか、それは体の中に悪い菌が入ってこないように守ってくれるためです。特に腸内細菌のバランスがいいと免疫力も高まり病気にかかりにくくなります。特に発酵食品を毎日摂っていると腸の中が元気になり体にたまった不要な毒素を外に出してくれるデトックス作用が高まります。自分を守ってくれる常在菌を大切に、そして菌と仲良くしましょう。